日本領海への侵入を試みる潜水艦や艦艇を捜索するため、海上自衛隊は哨戒機を配備している。現在の主力は、米ロッキード社製の P-3C 哨戒機で、1981年に海自に3機が引き渡された。その後、川崎重工業でライセンス生産され、97年までに約100機が配備された。東西冷戦当時、最大の脅威であるソ連の潜水艦に対処した。20数年を経て、P-3C の後継機種が検討された。日本は国産化を選択し、川崎重工業が主契約企業となった。費用を抑えるため、航空自衛隊の次期輸送機と同時開発する方針を採用した。こうして完成したのが P-1 哨戒機だ。2013年3月に納入され、海自厚木基地神奈川県で、飛行試験や搭乗員訓練が始まった。P-3C はプロペラ機だが、P-1 はジェット機で、速度と巡航高度は約 1.3 倍、航続距離は約 1.2 倍に伸びた。悪天候でも、雨雲の上を飛ぶことができ、長時間の哨戒活動や潜水艦捜索が可能だ。イージス艦にも搭載されている固定式の高性能フェーズドアレーレーダーを装備し、機体下方の目標探知能力を向上させた。軍艦は当然ながら、不審船のような小型船舶も発見できる。潜水艦の捜索は、従来通り、機体からそのブイと呼ばれる水中音波探知機を海面へと投下し、潜水艦のスクリュー音を探す。発見すれば、その情報は、陸上基地や護衛艦などへ、リアルタイムで伝えられる。また、機種下に、対潜爆弾や魚雷を搭載する爆弾倉があり、P-1 自体が、直接潜水艦を攻撃できる。翼には、8発分の対艦ミサイルをぶら下げることができ、艦艇攻撃も可能である。長期にわたる試験を終え、P-1 は、15年3月、初の実戦部隊である、第4航空軍第3航空隊厚木基地に配備された。日本政府が武器輸出を緩和したため、米海軍が P-1 購入を検討したことがある。海自は、15年7月、英国まで10機を派遣し、国際航空ショーに参加させ、軍関係者へのプレゼンテーションを行った。商談は成立しなかったが、世界中に P-1 の名が知れ渡った。実は、この時、もう一つの任務があった。英国の後、P-1 はアフリカジブチへ派遣されたのだ。同地には、海賊対処活動の拠点があり、今後、P-1 が活動に参加する可能性があるため、熱帯、砂漠地域での運用試験を実施した。今後、P-1 の配備部隊は徐々に増え、P-3C は全機引退する。